川林紫、緑作目長天国学、川林大雲3月9日から1975年1月22日は、日本の天国家、諸家。二世、中村蘭大に指示。名は、勘次郎。郷ははじめ、肝、後に、詩蘭大より、紫緑、大雲、を拝命した。長男は日本放送協会、放送衛生担当部長。 川林明夫。上京市、大正14年、東京市日本橋区曝露町において、書道教授、石板藩下質光、図案記号、木彫天国師範を営むも、中村蘭大木彫見学藩仏会の、蘭大木彫学に感銘を受け入門する。中村蘭大曰く、君は、 天書がまだよく書けないようだね。掘ることは誰でも掘れる。天書を習うことが第一だ。天書のできない中は、掘ることは教えられぬ。商店の手本でも書いてあるから。まあ当分それを一生懸命やりたまえ。天国工芸とはどんなものか。ところが、他人の商材に貼り付けて掘り、個人の作ツた物骨を、そのまま木国士看板業者の真似をする謎して勝つとして、 恥じないものはよしそれがいかに成功を極めた作品でも一種の機械的技術であって芸術的作品でないことは言うまでもないことだ少し各自が芸術的良心のこもつた作品を作らねばならぬ天国工芸とはどんなものかその制作の態度は他の越所彫刻等の芸術品と同じくもちろん作者の意気のかつているもの所詮個性の発露いたもので創作でなければならないと 言うことはことを待たない。単なる模倣ではいけない。各自の作品を鏡ると恥ずかしいかなこと改めてしか言わざるを得ない状態である。天国とはどんなものか。僕はいつも思うことだが、多数の文字を扱ったものは無意義な努力だと思う。無駄なことだ。そういう作品を見ても何と環境がない。ただ、活字の羅列に過ぎない無味極まるものになって、両夫。 印というものはそんなものではない。それより、少数の文字を配して、それに、全精神を系統して、作ってみたらどんなに立派な作品ができることだらうと思う。つまり、量より、質の問題なんだから、なる出立激励を受け、し、中村蘭大が、理事、審査員である、大東書道院展第五部天国工芸において、入選を重ね、 1933年度賞入賞を果たすも、まだ模倣の意見を出ずと、死、中村蘭大に反省の弁を伝える。1935年、死、中村蘭大のご推挙により、第一生命保険総合会社本社社長、矢野恒太の優筆となり、引き続き石坂泰蔵、矢野一郎の優筆を1958年まで、務める。1958年、 社団法人日本書道院幹事、審査員。ありがとうございます。